にちは、里親カフェです。本日は2頭新しいワンちゃんをお迎えしたので紹介と里親様募集中のワンちゃんの紹介をします。それでは紹介します。1頭目の紹介はトイプードルのお姉ちゃんです。2019年2月21日生まれの4歳、突起事故パテラ左右グレードに。自分の名前を呼ばれると呼んだと首をかしげて反応する。とっても可愛い子です。体全身をワシャワシャしてあげるとたまにへそ天してくれます。ブルールの瞳で見つめられるとたまりません。2頭目の紹介はトイプードルのトップくんです。2016年9月8日生まれの7歳、突起事故ペコショーパテラ左右グレードに。女の子のような可愛らしいお顔の持ち主。控えめに見えて堂々と触って&構ってアピールをします。自分の甘えタイムの時に他の子が来ると怒ることもしばしば。おもちゃも全般的に大好きで一人遊びが大得意です。2016年10月25日生まれの6歳、突起事故パテラ左右グレードさん。慎重派な子で周りの動きをよく観察します。声をかけたり撫でようとするとこの人どんな人と言わんばかりの上目遣いでじっと見つめます。打ち解けると手を舐めたり尻尾をフリフリさせてアピールしてきます。生まれの7歳、突起事故アゴズレソケイヘルニア中。誰かにくっつくのが大好きな甘えん坊さん。ちょっぴり意地悪で距離を置いてみると逃がさないと言わんばかりに追いかけて抱きついてきます。2016年1月15日生まれの7歳、突起事故心雑音に右胸部右臀部に出来物。ご飯が大好き。毎回すごいスピードで完食します。普段は寝ていることが多いですが、かまってほしいとき、お腹が空いたときはワンワン泣いて甘噛みでアピールします。2016年12月30日生まれの6歳、突起事故肛門周囲胸部左側しこり。勇ましい姿から猪之助と名付けられたが、すごく寂しがりや。かまってくれないとクンクン泣いちゃう泣き虫ちゃん。それもまたかわいい。2016年9月6日生まれの6歳、突起事故パテラ左右グレードに左側陰謀がオーバー1ミリ。はじめは触ろうとすると上目遣いで不安な気持ちを前面に出しますが、慣れればすっと寄ってきて撫でてアピールをしてきます。隠れ甘陰謀さんです。2022年6月5日生まれの1歳、突起事故ペコ症再ヘルニア症オーバー10ミリパテラ右グレードに左グレードさん。少し怖がりですが好奇心旺盛なので新しい環境にもすぐ適応できます。名前を呼ぶとゆっくり近寄ってペロペロ舐めて甘えてきます。慣れるとワンワン吠えて自分を必死にアピールします。2017年1月14日生まれの6歳、突起事故両目は砕く。かなりのマイペースさん。基本的には寝ていますが、おやつをあげようとすると覚醒、走り回ってアピール、満足するとお昼寝します。自分の意思を持っている自立した大人女性です。2023年2月7日生まれの7ヶ月、突起事故生まれてすぐ不妊、不妊が感知したためお迎えしました。尻尾をぶんぶん全力で構ってアピールする男の子。とても甘えん坊さんで遊んでと足元をうろちょろします。ワンちゃん同士でも元気に遊びます。2023年3月24日生まれの6ヶ月、突起事故ペコショー
生まれてすぐ脳症疑い、脳症疑いが見られなくなったためお迎えしました。元気な甘えん坊さん、ちょっかいかけるのが大好きでおもちゃを横取りしちゃいます。愛らしいフォルムと甲高い声がとても癒されます。2023年4月12日生まれの5ヶ月、突起事故アンダー2ミリ、生まれてすぐ皮膚病が完治したためお迎えしました。大きさはすでに成犬並みですが、中身は子供の逆コナン君。ワンちゃんと遊ぶのが上手で元気に楽しく遊びます。2023年4月20日生まれの5ヶ月、突起事故ハテナ右グレード4、左グレード3、生まれてすぐ皮膚病が完治したためお迎えしました。遊ぶの大好き、おてんば娘とはマロンのこと。かまってくれるとわかるとテンション爆上がり、落ち着くと膝の上に乗って甘えてきます。2023年5月11日生まれの4ヶ月、突起事故左側粘転射器。最初は様子を疑うのかあまり動かないですが、慣れるとすごく動いてアピール。ご飯が大好きですごい勢いで食べます。2021年9月20日生まれの2歳、突起事故パテラ左右グレード2。人のそばから離れず、行くところすべて後ろから追いかけます。かまってとニコニコしながら来るので、ついついかまってしまいます。2021年10月7日生まれの1歳、突起事故ペコショパテラ左右グレード2、オーバー1ミリ。ブヒブヒと鼻を鳴らしながら尻尾フリフリで甘えてくる、とっても甘えん坊さん。人見知りが一切なく、ワンちゃんと遊ぶの上手です。困り顔がまた可愛いです。2023年4月30日生まれの5ヶ月、突起事故パテラ右グレード1、生まれてすぐに皮膚病が完治したためお迎えしました。特徴的な体をフルに使って走り回る姿がとっても癒されます。少しビビリですが、尻尾をフリフリさせながら甘えてきます。2023年6月11日生まれの3ヶ月、突起事故生まれてすぐに皮膚病が完治したためお迎えしました。好奇心旺盛で人が大好き、遊んでくれる人はみんな好き。